大丈夫、はい、どうぞ。皆さん、こんにちは。私はチュインです。今日のプレゼンテーションの主題は日本語ムードです。ムードは話し手の気持ちや主観的な態度の表現です。ムードもモダリティというです。田中さんはこの本を読むだろうの文には、田中さんにこの本を読むはことで、だろうはムードです。ことは事実で、ムードは話し手の判断です。おまかに言えば、ムードのタイプは、判断のムード、意思、願望のムード、許可、禁止、義務のムードと、主上司などです。主上司なのです、判断のムードの一番は、断定を避ける表現です。この表現の中に自分にも相手にも逃げ道を少し残しておく感じがあります。多分などの副詞がよく一緒に使います。関係する文法はだろうとと思うです。判断のムードの2番は可能性を表す表現です。この表現の中に可能性があることを伝える感じがあります。関係する文法はかもしれないととは限らないです。判断のムードの3番は確信を表す表現です。この表現の中に話し手が確信していることを伝える感じがあります。関係する文法ははずがないはずだに違いないとわけがないです。次は意思、願望のムードです。このムードは話し手の意思、希望を表す表現です。関係する文法は未公開、つもりだってほしいとたいです。その後は許可、禁止、義務のムードです。このムードは行為や事態に対する話し手の評価を表す表現です。関係する文法はなければならない、なければいけない、ほうがいい、てもいいと、てはいけないです。最後は、主上司です。文末には、上司がつけて話しての気持ちを表す表現です。主上司も文末詞というです。関係する文法は、か、よ、ね、よね、な、わ、ぞ、け、のです。はい。じゃあ、ここまでプレゼンテーションが終わります。はい。どうしてこのプロジェクトをしますか？本当に難しいです。はい。どうしてどうして？